はい、ありがとうございます。ありがとうございます。諸般の事情が許せば5月19日から26日までブラジル連邦共和国、アルゼンチン共和国、米国およびメキシコ合衆国を訪問いたします。ブラジルにおきましてはジャパンハウス、サンパウロで講演を行うほか、現地の日系社会関係者と意見交換を行う予定です。アルゼンチンは同国が主催する G20 の外相会合へ出席するほか、関係者あるいは他の外相との会談を行う予定です。米国においては、政府関係者と会談を行い、米朝会談についてのすり合わせを行います。メキシコについては先方の政府関係者との意見交換を行う予定です。私からは以上です。テレビ東京からお伺いします。はい、北朝鮮の外務次官が談話を発表しました。それに対してですね、アメリカのトランプ大統領のリビア方式、否定するなどですね、この配慮を示すような議論がですね、加速、米朝首脳会談に向けての議論が加速しています。この一連の動きについてですね、大臣どのように見ていらっしゃいますでしょうか。北朝鮮のそうした動きにいちいち反応する必要はないと思っております。米朝首脳会談 です、ね、結果について日本政府どのような形で報告を受けるべきか、例えば外務省 の担当者をです、ね、シンガポールに派遣するなど、あとまた総理がです、ね、シンガポールに実際に行くなどです、ね、どのような形がベストだと大臣お考えになりますでしょうか。それをワシントンで相談してこようと思います。こちらお願いします。キム・ケガン次官はですね、米朝首脳会談再開する可能性も指摘していますが、米朝首脳会談が開かれない可能性っていうのはあるとお考えでしょうか。6月12日にそれは論理的にはいろんな可能性があると思いますが、北朝鮮のそうしたコメントにいちいち反応する必要は全くないと思っております。それいちいち反応する必要ないというのは、要するにこれまでも、平昌オリンピックもそうでした。今までの経緯を見ればという、そういう意味で。そういうことです。大臣、経産省のですね、エネルギー基本計画についてお伺いしたいんですが、再エネ比率がですね、22% から 24% と3年前と変わっていません。世界的なトレンドから見て拡充する流れだと思いますし、外務省として 100% を目指すとおっしゃっているんですけれども、これについての受け止めとですね、閣議決定までに外務省としてその比率を増やしていくというような働きかけをするお考えはありますでしょうか。政府部内調整中でございますので、まだお答えできることはありません。ブルームバーグですが、米国の鉄鋼アルミ製品の輸入制限に関して、WTO の枠組みの中での対応というものを政府として検討されているということなんですが、現在の調整状況はいかがでしょうか。WTO の枠組みの中で、対応について検討しております。まだ決定したことはございません。先ほど発表された今回、じゃあまた後ほど。